とうとう開けてしまいましたね。 FM ギノワンのパンドラの箱。さあ今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社エイビックで知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティ、びっくりラジオ。正面向いてください。何やってるんですか。この放送は毎度おなじみマナとサミと高見とサンチェスの4人でお送りいたします。第100回8月31日のメッセージテーマ、画期的、こんな世界があったんですね、目から鱗の発明品などの皆さんのテーマトークだけじゃない、そなたのメールやコメントも募集しております。はい、7時15分頃からはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。はい、7時40分頃からの月1コーナーは100回を記念して私高見が何やら企んでいるようですよ。自分で言うのもちょっと怖お楽しみに。7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントや、今回ですねびっくりしたちょっとないんですが、です最後までお楽しみください、はい、番組へのあこれもないのか、そっか、そうなんですね、リクエストコメントもないんだよね。あそうか、あちょっと寂しいね。まず送ってください。まあ、はい、ユーストリームでは映像も入れますので、ね、はいはい、来週分でも送ってくれたら嬉しいですね。はい、ユーストリームで、はい、今回お楽しみください、はい、あとはあるな、あれかな、リスラジでも聞けます、ね、あなるほど、はいはいはい、楽しみください。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクションエビック、片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。はい、それではエイブックラジオスタートでーす。スエイブックビックビックラジオ、はい、 79.7MHz でお送りしております。 AVIC の AVIC ラジオスタートしました。皆さんこんばんは、元気ですか。わっしょーい今日も元気だね、サンチェスさん。元気ですよ。すごいな今日というかさ、はい、これ何ですかね、はい、これは頭に乗ってるやつのやつでお祝い気分を出したいなと。いや嬉しい、100回、ね、100回ということですが、いやおめでとうございます。おめでとうございます。100回ですよ。100回、こんな日が来るとは ね、この番組が100回目を迎えるとはね、続くとは。本当ですね、3桁いったんだね、うん、ね、うん、びっくりした、怖っ。ちゃんと続くんだね、うん、続きますね。なんかいろいろと思い返すとさ、うん、本当にさ最初の頃あれだったよね、始まる前に発声練習やるとか、あ、ありましたっけ。やったやった、始まる前になんかそういうのも考えてた時期があった。へえ、うん、あまりにも口が回らないからし、そうなんか目でのやり取りをできるようにしようって、うん、なんか探り探りだったよね。そうそうそう、結構いろいろと試行錯誤した気がするんだけど、はいはい、うん、でも100回3桁まで来ました ね、出ましたよ。4桁目指しましょうよ。4桁目指そうぜ、うん、まあ、まさかの100回記念が収録、はい、ましたけどね、これそうだ、収録だよね。収録ですよ。収録、皆さんいろいろね、せめてもののキラキラだよね。せめてキラキラちょっと飾った、うん、本当ちょっと飾れたかな、うん、本当だから今日はちょっとメールとかが、うん、コメントもないので、うん、逆に4人でゆっくり喋、うん、れるんじゃないですか。そうですね、はい、ゆっくり喋っていきましょう、うん、ゆっくり喋りましょう、はい、久しぶりに、ね、はい、先週のメールがそうです残ってる。そうなんですよ、読みましょうよ。はい、お願いします。お願い、じゃあ誰も準備してない誰も出さないっていうあれ高見言ってるから、はい、やりましょう、はい、先週のテーマが未定となっておりますので、はい、読みます、はい、パーソナリティ、スタッフ、リスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ポポポ大工です。大工さん、大工さんですね。今夜のテーマ未定ってことで、先週のテーマですね、はい、ちょっと先ほど起きた未定、中学の同級生から何してるばと連絡来て、また飯の誘いかと思い部屋でゴロゴロしてると して答えると、うん、そっかとの返信。どうかしたのかと聞くと暇だったと言われ、仕方がないのでこちらから飯に誘ってみると、うん、
今内地に出張中と言われた、うん、根本的にお誘いでも何でもなくただの暇つぶしだったいつ帰ってくるのは未定らしい。頑張れと思うよ。ではでは時間まで頑張ってください。 ありがとうございます。全部未定らしい。俺こんなすごいですね。こういう関係でなんか冗談言うとかあんまないな。あ、そうなんだ。なんか、うん、わけもなく内容もないとかもうあんまないですね。用がないと連絡しないの？友達ですか？うん、彼女とか彼氏とかじゃなくて友達。友達ってわかる？用じゃない。友達はいる。いますけど。いる。やらないですね。用がないとやらないかも。あ、そうなんだ。サンチューさん結構やりそうじゃん、そういう。そうそう、やりそう。ただファミマにコーヒー飲みに行こうぜぐらい。何も予定はないし、何もないけど。へえ。でもそれは誘ってるじゃないですか。いや、ちゃんと、うん、そういうのだったら自分もありますよ。なんかどっか飲み会あるけど行こうとか、うん、じゃなくて本当に今みたいなたわいもないっていうか、うん、なんか誘いとかでもない感じのものだったじゃないですか、うん、メールっていうか、なんかあの元気かみたいな感じで連絡はするよ、はいはい、別に何もないけど、ただ連絡して何してんのって。あ、なるほど。あ、それはでもあるか。そんな感じじゃない、うん、それはあるか、うん、県外のでめっちゃ仲いい友達、うん、例えば久しぶりに沖縄帰ってくるかなぐらいの確認ぐらいしますよ、うん、言われる。生存確認だよね。ちゃんと生きてるかどうか、うん、思い出した時に連絡するとかね、うんうん、なんか思い出した時に連絡した方がいいっていう、あ、なんか言うよ ね、うん、虫の知らせってやつか、うんうん、虫の知らせなんですか。なんかそういう時に限ってなんか悪い意味な気がする。悪い意味な気がする。それはでもなんかさ、頭の中に浮かんだ人がさ、コンビニでパッタリ会うっていうのない？ない。そうすごくないか。ある、ある、ある。私あるんだ。まあ頻繁にやるわけじゃないけど、うん、まあ私の中に浮かんだあの人と最近共演してないな、会いたいなと思ったらコンビニで会うとか。予知できるんだ。予知というか、まあ偶然。うん、すごい。冷戦みたいな感じですね。あ、冷戦としあきみたいな。それですか、スペックの。知らない。さっきの話が続いて。誰ですか。うん、もう一つ来てるんだよね、確か、はい、もう一つ来てますね。読めようとお前読めようみたいな、はい、さいひとみん、はい、ブーレイさっさいのお二人さん、はい、久しぶりのパンツにアンダンスがついたモーミーみたいな。死にハゴモーミーさん来てない。死にハゴひどいけどひとみん、ワン、明日何やるか何食べるか、うん、お風呂入るか入らんか見てやんばよ。あのアンダンスついてるんで洗ってもらってちょっとグイひとみん、お盆前ワッター近くの豚小屋行って、うん、お盆用のシシシメってこようや、うん、豚ね、シシは、はい、ワンが捕まえるからひとみんがブスミカしてシメてね、アンシェまた野菜って。もう3人いますけどね。だからよ、ひどいな。ブーブラサッサイですから俺。なんでブーブラサッサイ。ブーブラサッサイのブラヤッホーみたいな。いやいや、ありがとうございます。すいません、読めなくて、はい、はいはい、やっと読めたね。最近さ、メール多いよね、本当に。本当にですね、先週発ですね、うん、これ合わせると、うんうんうん、綺麗に全部読みたいけどね、本当、うん、なかなかね、結構盛り上がっちゃうんだよね、こっちの話が。なるほど。今はね、今は読めてますけど、うん、もっとメールが増えたりすると、うん、もうちょっとこっちで優先的な順序ちょっと決めて読むかもしれないんで、うん、送っても今後、ね、読めなかったとかなってもちょっと申し訳ないんですが、そうか、まあ、今のところコメントもね、うん、だからもうメールで必死でコメントもね、うん、そうだね、ちょっと置いてけぼりとかも よくあるんで、 ね、それはもうでももうしょうがない、読むようにします。はい、なるべく読むようにしてるんだけど、極力ね、思いますけど、うん、しよう、はい、はい、ということで、じゃあテーマの画期的、テーマ何だったっけ、画期的ですか、うん、まずね、画期的っていうのはもうまずこれですよ皆さん、これん、この携帯ケース、このガラケーから iPhone っていうか、うん、スマホになった時の、皆さん今普通に使ってますけど、使ってる液晶だけっていう、これすごくないですか、冷静に。確かに最初はびっくりしたね、うん、自分が高校の時ぐらいなんですよ多分、うん、iPhone っていうか、うん、その液晶が、液晶だけのボタンがないやつができたのが、マジ多分やったんじゃないかな、こう中学の時まだボタンじゃなかったですか、画面だけのやつは出てきてなかったじゃないですか、年代が全員違うから、多分年代全員違うから、いつだったか覚えてない、10年あれそんな前だ、13年前ぐらいかな、そっか、バラさんの16、あれですよね、自分が16とかだから、あの肩からそう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 、しもしもの方、しもしもの方でしょ。いやだからあれも考えたらもうすごくないですか、このかすごいよ、だって今みんな、うん、あの液晶だけの、うん、このスマホっていうか、そうだね、すごいよね、なんかさ、ほらどんどんさ、パカパカの携帯がさ、どんどん小型化してったさ、うんうんうん、薄型になって、うん、その後どんな、どん
けちっちゃくなるのかなって思ってたところにこれが来たさね、うん、こう来るかって私は衝撃だった、うん、これがすごいアイウォッチ、あーウルトラセブンですよ、これアイウォッチみたいな、あ違いますよね、これ100均の時計です100均言いますなよ、私もあ持ってなかった、私も100均の時計持ってたんだけど、アイウォッチは何ですか、あれも電話、電話もできる、そうなんだよね、 LINE もできるんだよ、そうだ、私が最近買った新車さ、うん、車にあのなんか繋いだらそのまま電話できる、それで、携帯取らなくてもピッて押したら電話できる、これ電話できるとそうすごくない、あ、Bluetooth かな、あ、Bluetooth、 あ、それは前から前からあるんだ、 Bluetooth のやつでもなんかもうアイストップとかも見ててもう自然に勝手に ね燃費抑えたりもするし、待って、何アイストップって、アイストップじゃなかったんですか、何アイストップって、勝手に信号待ちの時にエンジン切る、アイドリングストップ、これ俺はちょっと俺嫌なんですよ、ややこしすぎごめんなさい、アイドリングストップ、うん、今の若い子はアイドリングストップのことをアイストップって、いや俺は単純にアイストップって勘違いしました、アイドリングストップ、アイドリングストップ、ね、うん、俺これ嫌ってば、なんで俺もあんま好きくないな、またこのスタート出しがちょっと遅れるじゃないですか、はい、ブルンってなっていくさ、うん、ブルンブルンするなよ、でもあれオフできますよね、そうオフできるよ、うん、できますよ、できるできる、できるじゃん、画期的、いやブルン画期的、古いわみんな田舎もんか、あれの位置はこのこれ何だった、あのパーキングギアあのリバースじゃん、何だった、何ですかサイドブレーキってことですか、違うあのこの PRDD2D5 みたいな、あのシフトノブ、シフトノブ、シフト？何ですか、シフトチェンジ？シフトレバー。シフトレバー？もう分かんないですね。これの位置はどうだったの？ミラジーノ。どこにあった？ミラジーノはここだったね。下にあった。あ横。教習所の時のじゃないですか？コラムに変わってる。あ今はここになってる。ここ。なんか車が変わったら、これの位置がたまに変わる時あるさ。あるね。ここの時もあるよね。その時乗る時にもともとこうだったから、うん、ここにあったのに。ってなるわけ。わかる。サイドブレーキも足で押すタイプと手で上げるタイプあるさ、ないのにってやったりとか、何すかいもの、足にないのに何すかいものか、何すかいものか、マジじゃん、やるでしょ、わかりますこれ、やりたいだけでしょ、じゃあ脱走をついやってしまうわけ、手慣れて感、手慣れてる感の顔だけど、ダサー手慣れて今日もかみたいな、しかも最後までやりきるんだね、めっちゃ握ってますよ、握ってないのになんかスッてなるわけ、肩がスッて抜けるわけ、わかるわかる、私もあの引っ張るタイプだったのに、うんうん、足今はもう足で押すタイプだから、はい、しかもあのベンチシートだわけ、うん、だからしばらくいやらしいなんで、いや昔からいやらしいなんでベンチシートなんて意味わからん、知ってますよ、てるでしょどこいやらしくないですよベンチシートいやらしいでしょベンチこれいやらしいことすんのいやいやいや分かるどこにもベンチシートっていやらしいイメージありません、はい、ありますよねほらだるま君、だるま君がなんでやりやすいの、何が、あごめんなさい危ない危ない危ない意味わかんない、何がやるよすっすって言うふって言うふってか、何がっすか、ベンチシート何がやりやすいんですか、広いからないけど、広いからそうなんだよ、たくさんもう一回できる、そうそうそう、あでも昼寝はしやすくなった、昼寝、うん、めちょっと横になるとかさ、沖縄で住宅を建てるなら信頼と実績の株式会社条件にお任せください、早く、安く、美しくをモットーにお家を建てている建築屋です、お家の新築、増築、改築のご相談をお気軽にどうぞ、あなたの城を建てる条件です、大切な思い出のビデオテープご自宅に眠っていませんか、再生できなくなる前に DVD にダビング変換、カビてしまったテープも諦めないで、カビ除去作業もやってます、お問い合わせはお近くの AVIC 大山店合わせ店まで、ホームページもあります、小回りの利く映像制作会社 AVIC。 驚き、桃の木、気になる木、あなたの周りのいろんなびっくりお届けします、 AVIC のびっくりラジオ、毎週木曜午後7時から絶賛放送中だよ、みんな聞いてね、エビックナンバーは上半身、エビックナンバー中半身、エビックナンバー3下半身、3人揃ってサンチェス、エビックのエビックラジオ、FM 議論からお送りしてきましたエビクイラジオ、エンディングのお時間が来ました、早いわ、早い、早い、早いかじゃあ普通に画期的について話する、うん、はい、画期的、画期的、なんか
喋ってんかった？高見、画期的が なんだっけ、なんか何か喋りたいことが。昔はなかった VHS だったけど今 iPhone で見れるじゃないですか。それなんだよ。今バナさんが語りたかったんですよ。ニタニタしてる。超ニタニタしてる。それなんだよ今の。で本当にスマホは画期的なんですよ。スマホ1台あるだけで仕事だってできるさ。うん、これはすごい。何でもできる本当に。うん、家で、ね、はい、あれもできるし。何ですかねあれって。昔は VHS でしょ。そう。うん、それなんだよ。わざわざ巻き戻ししてそのポイントを探さないといけなかったわけ。ああ。ガーって。なるほどね。今指をスライドするだけで。ああ、そういうことね。はいはいはい、そう、そのポイントに行けるわけ。確かにそれは便利だね。超便利。しかも学生の時とかね。うん。ああ、なるほどね。入れたらもうガシャウィーンみたいな。そうそうそう。なっちゃう。そうだね。大変だったんだよ。パソコンでできるやつが携帯で確かにそのスクロールでできるもん、ね、うん。できる。ええー。これすごいことなんだよ。うん、まあでもね。今ちょっとスクリーンショットがあるからバレますよね、うん、バレる。あ、これ見てたんだっていうのがバレるんで携帯でもちょっと残る履歴が残るんじゃないバレる。 VHS だったら背拍子を変えとけばいいんですよ。変えてたら、はいはいはい、あの何のビデオかわからないじゃないですか。あ、そういうことね。そういうことね。でも俺は証拠隠滅するためにブックマークとかお気に入りには一切いらない。わかります。え、でも同じの見たいときどうすんの？検索。同じの。検索する。わかります。検索する。相当時間かかる。検索履歴はもう消すし、はい、その検索、俺全部あの外人のもの見るから、英語のそのワードを覚えとくわ。あんまり言いたくないんだけど。はいはい。あのもう HPP あれから覚えるの？うん、例えば、うん、X ビデオだったら、X ビデオって入れるさ、はい、その中のいろんなカテゴリーがあるさ、言っちゃったよ。そのカテゴリーを全部覚えておくわけ。その検索履歴で何々何々何々っていうワードを覚えておけばすぐ入れれる。でも新着がどんどん来ますからね、日に日に。新着でどん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 更新。だからなんだかんだ1時間ぐらいかかるわけ。じゃあ保存しとけよって話。探したいね。すごくない？疲れないそれ。疲れる。毎日疲れるよね。1回見たらもう見なくないですか？見る。1回見たやつ見ます？見る見る見る。見ます？見る。そうなお気に入り。お気に入りなんだね。そう。一番ライトセーバーだよ。いや急にだな。超画期的だよ。画期的ってかスパンって切れるから。だってビジュアル的にもいいさ、うん、ファッションにもなるし、うん、いざとなった時に戦うこともできる。画期的にしてるのはサンチェスさんですけど、勝手に、うん、超画期的だよ。画期的じゃないですよ。写真撮る時に必ずね、もっと撮ったらちょっとね、うんうん、でもなんかでも、うん、あの人毎回写真撮る時これ出してんなって思われてますよ。それは視線でわかる。まだ出してるこの人。舞台とか行ってみんな写真撮る時に。そうだよね。見たらわかる。またってるこの人。あ、またこの人いるってなってると、うん、ライトセーバーお兄さんで覚えてますかげで。そこはジェダイって呼んで。いや、わかんないからあっちは。そんなの向こうからしたら知らない話。ライトセーバーお兄ちゃん来た。あ、今日もジェダイの人来てるって言ってほしい、うん、せめて X ビデオでいつもあんなことおい知らせよお前。怖あの人。あ、カットで X ビデオのところ。ね、多分スマホで動画って結構見る。見る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 。 YouTube とか、 YouTube とか、うん、どんな人見てる？ん、どんな人見ます？みんなこの人携帯あるじゃないですか、うん、横にしたいですね。やっぱり見るだな。この人例えばテーブルに立てかけておいたりとか、あ、手に持ったまま見るとか、うん、ほとんど手に持つな。手に持つんだ。うん、なんかちっちゃいからどうせ置いたってちょっと遠いさ。遠いけどなんか両手フリーにしたくない。なんで？長い動画だったらそうだね。なんか邪魔じゃん、手ずっとこの人持ってんのとか。へえ。俺作ったわけ家で。今日持ってくるの忘れたんだけど、うん、頭につけて、ね、このこっちからあのこれよく女性とかが下着干すようなあの洗濯バサミがいっぱい入ってくる。あれのところをこっち広げて頭につけてこの携帯をこう広げてここにパチって止めれるわけ、洗濯バサミで。いやいやいや、ほらよくあの馬とか走らす時にこっち前に人参とかよくアニメとかでつけるじゃん、うん、あんな感じで携帯これぶら下げるわけ。こんな感じで。でもそんなに見たいならテレビで見れば。だから違う違う違う、パソコンとか。確かにパソコンあるんだけど携帯ある必要ないじゃないですか、うん、もはや1位があるじゃん。ソファーとテレビの兼ね合いがあるじゃん。いやノートパソコンとか、うん、こうとか iPad とかでいいんじゃないですか。 iPad 買いに行かないといけないの？いやだってそんなに見たいんすか？だってこんな人見れるんだよ。ハンズフリーだよ。ほらほらほら。一応それ外出れないよね。外は出れないけど、うん、まあ、家の中で。そうそうそう。あ、めっちゃ便利だよ。でも確かに家事やりながら見れるでしょ、うん、見れるか。お、だって思うの私なんかさ、皿洗いながら見たい時があるんですよ。ほら、料理しながらとか。画期的やん。あの舞台 の、 あの映像を撮って、うん、稽古の様子撮って、うん、それ見ながらあの家事洗濯したりするんですよ、うん、
本当にしか聞こえないから、うん、これいいなと思ったらぶら下げながらいいなんかだから普通に100均で売ってるちょっと、うん、たこうあれじゃないですか普通に今100均とかでこうかけて、うん、こう三脚みたいなので見れるやつ、うん、ノンノンノン首に優しくない、首に優しくない、全然首に優しくない、だってそれは来週の時に首が下向くでしょ、うん、人間は常に下向いてるわけ、いやいや食器見てちゃんと洗ってくださいよ、食器かぶってますよそれはもうちょっと首を上に上げて普段のこの角度から解放してあげないと首は、うん、やられるよやられるよって、ここにあったら、うん、ほら目線目を下にピッて下ろすだけで皿が見れるじゃん、はいはいはい、皿見て携帯、皿見て携帯さ、そのところに置けばいいじゃないですか、カメラってこの三脚みたいなの置くのがなかったらどうする、壁が置くのがなかったらそれやるしかないですよでしょほらそう、しかも水に濡れるからね、置いてたら、そう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 、でも落ちてる可能性があるんですよね、ない、洗濯バサミが耐えられなくて重さに、そんなのはない、強力な洗濯バサミってあるんですか、強力な洗濯バサミじゃあこれも本当にいいなと思った私、お家だったらやりたい作ってみて、帽子にね、いらない、いらない、超いいんだよ作ってみた、首が痛いですもん、重くてそこまで重くないよ、重くないよ、こんななんてこれ何グラムだ携帯なんて2グラムぐらいだろ、違うか、持ち上げ2グラムだ、そっか、みんなは映像なんだな、俺も基本的にラジオ聞いてるんで、ラジオなんで画期的、もう申し訳ないですけどやっぱ映像を見ながらよりも確実に、うん、頭でえ映像ができますからラジオって、おもうかっこいい、そうそう、だからもう安全だし、クローン運転しながらもラジオ聞きながらだったら全然運転とかも、うん、ダメだろそれ、いいですよ、集中してないだろ、頭の中で映像見てんだろ、見てないっす、ダメじゃん、大丈夫です、そこまでの想像力ないんで、嘘つくなお前妄想力の塊やし、いやいやいや、なんでさっきまで映像が出てくるんですよとか言ってたのに想像力ないって、いや本当に楽しいですよラジオ、皆さんラジオ聞いてください、聞いてるよ私も、見てるよ、うん、お家で聞いてる、あのあれなんだっけ、ラジオ聞けるやつ、あのラジカセ、ラジカセラジカセ、画期的な話してる時に急に来たな、古いの VHS と同じアプリとかじゃないんだ、じゃあじゃあアプリで聞けるやつ、あれ首重くないっすかラジカセ、ここに下げろどんなよ、どんな人こんなに下がってればやばいだろそれもう終わったと思ったのに MD つけたからめっちゃ大きい、もはや置いていいだろ、もう正面見えないし何もできない他なんかある画期的だなと思ったやつ、画期的、今この片揚げポテトが最初に出た時の俺の衝撃、あれやばかったね、超美味しい片揚げポテト、硬いの、何それ、硬いんだよ片揚げポテト、片揚げポテト、え知らない、カルビーの片揚げポテト、あ何それ、お菓子、マジっすか、お菓子、この人たち大丈夫、えそうですよ、え、いや今でも売ってますよ普通にコンビニとか、わかりますよね、こんなのどこ、知らないって、どこだ、そうだろ、そんなに、いやいやいや写真見たことある絶対、絶対ある、片揚げやべえよ、一回食ったらもうこの感触やみつきになる、ほら硬いんだ、ほらこのパッケージ絶対見たことある、ある気がするけど、わかるでしょ、はいはい、これちょっと私もダメだった、なんだよ、あんま硬くてもブラックペッパー味超美味しくないですか、口の中が痛い、はあ、口の中が痛い、硬くて口の中が痛い、そうだ、そうでしょ、どんだけデリケートなのマジあれが美味しいんですよ、ずっと食べてると、なんだろう、そう、パイナップル食べ過ぎたみたいな、そんなみたいな、みんなダメージがあるってこと、マジっすか、食べ物の画期的いっぱいありますから、食べ物の画期的いっぱいありますよ、ポテチも、単純に言うとポテチもですけど、あるでしょ多分、はいはい、画期的っていうか分かんないけど、うん、雪見大福を発明した人は天才だね、ノーベル賞あげたい、うん、おいしい、ノーベル賞はちょっとでもあんま買わないな、自分天才じゃないから、買わないんだ、他のやつだったら一番最初にこれ手を取るかって手を取るじゃない手をつけるかって言ったら難しいな、何を取るの、じゃあアイスで、アイスでコンビニ行きました、アイスのこのガラス、今の時期だったら基本的にガリガリ君です、それは、あガリガリ君派か、ガリガリ君のもう梨味がなかったらまあソーダで妥協するかな、梨味が超好きで、うん、梨なんだ、あ、すいうまいっす、コンポタージュ好きだ、いやもう喉乾くわなんかその言い方のどかわくわ、ジューキ捨ておったよ、のどかわくわってガリガリくんか、俺はあれだな、チョコモナカジャンボだな、あー美味しい、チョコモナカジャンボをこの
一個あるさ、はい、これを小分けにして3日ぐらいかけて食うのが俺好きだわけ。分かる分かる、はい、分かる分からん分からん。1回で一気にいかない、うん、えどう食べるんですか。テトリスみたいに食べるんですか。違うわ何してるか俺アイスでテトリスみたいに割って今日はこの2ピース全部食べようって立てすぐなくなります。縦じゃないわ。綺麗に入って横横横横横あでたまに忘れるわけ、はいはい、3ピースに分けるさ、うん、でたまに食べるの忘れてあアイス食いてえなって風呂上がりに、うん、で冷蔵庫カチャッと開けた時のあの喜び、うん、あ分かる分かるイエス違う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 言わせてあのチョコモナカは、うんあの時間経つとモナカがちょっとしなる しなるって言わないですよね。ちょっとふやけるって言わないですけどちょっとなんかわかるよパリッと感がなくなるんですよ。なくなるよ、うん、もう開けたらふわけた瞬間にもう水分で、うんうん、だからもう忘れた頃のあのふにゃふにゃのモナカの皮を、うん、もう食べたくないんですよ。全然わかってない。なんでその差がちょっといい。私、ね、あの最初のサクサクも好きだけ ど、はいはいはい、しっとりしたのも食べれるっていう。何何を何を威嚇してた。ラジオでわからない動きしてたけど何を威嚇してんの急になんかこうちょっとコラボしてほしくないですか。ポテチなんか食感はこのメーカーのポテトで味付けはこのメーカーのやつとかのなんかいいとこ取りして出ないかなと思いません。スーパーコラボなんか俺わさビーフ好きなんですけど味好きなんですよ。ただこのポテトじゃなくてもっと おいしいポテトわかるないかなと思うんですよ。嘘私あれが好きシャリ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 すぎてわかります。サリサリシャリシャリすぎて弱いんでしょ。うんあの味のなんかあれの大サックで出たらうまいだろうなとか、そうなの片揚げで出てほしい。片揚げでもいい。へえあの味付けでもっと別のポテチでフレーバーでやってくれないかな。なんかこのだけ売ってたらいいのにね。ハッピーターンとかだけ、ね、頭にかけてからさ、ね、一番画期的なこと言ったよ今、ね、コラボなんでしなくていいんだよ。それはじゃあ味付けをかけられる用の何も味が付いてないポテトもあるってことですか。そう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 。それぞれの会社が出せば、面白いね、ね、売れそうじゃない。組み合わせは168種類みたいな、いろんなもん似合うよいろんなメーカーから粉が出るから。なんかどうやって分配すんのお金収益を。いやだからそこのメーカーの人が売れてるメーカーと売れてないメーカー。ああそっか。そうメーカーの人が、うん、味がそのメーカーある。じゃあぜひ画期的にやってくださいなんで適当になるわお前すっごい投げやり食べてみたい。すごい投げやりになるな。うん怖っ。コーナー行きますか、ね、行きますか。コーナー行きましょう。コーナー行きましょ う。パッと片枠を脱枠するとき、バール刀で無理やり外していませんか。そこで解体リングをあらかじめ立て込み地に入れておけば、枠を外すときに簡単に外すことができます。片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社ジョンケン。詳しくはホームページで。結婚式の余興ビデオやプロフィールムービー制作をお考えの方、映像制作の専門店 AVIC にお任せください。お客様のご予算やご要望に応じてプロの技術で制作編集いたします。お問い合わせはお近くの AVIC 小山店合わせ店まで。小回りの利く映像制作会社 AVIC。 驚き、桃の木、気になる木、あなたの周りのいろんなびっくりお届けします。 AVIC のびっくりラジオ、毎週木曜午後7時から絶賛放送中だ。みんな聞いてね。お前はもう聞いていて、ラジオ、ラジオ、ラジオ。ということで、はい、100回記念スペシャルコーナーをここでやりたいと思います。4人の意見が揃うまで帰れまてん、みたいなことをしたいと思います。ということで、まあよくある、うん、まあ何々といえば、うん、で4人の意見が100回もやっていると好みとか性格を分かっているじゃないかと思いますので、それのお題に対して答えを書き合うまでやってみようじゃないかというコーナーとなっております。でまず一番最初のお題は、じゃあジャルモさん出しますか。なんだこれ、ブレブレだな。じゃあ一番最初は、はい、
じゃあいいですか。はい、はい、ね、何でしょうか。牛丼屋のお店といえば、うん、はい、うわ、あ、本当にすぐで終わりそうなのが、終わりそうだね、これ一瞬で終わる。牛丼、嘘、私はなんかつかみで分かりやすいんじゃないですか。いっぱいあるよね。いっぱいあるよ、牛丼屋でも。牛丼屋、うん、でもサンチェさん目立ちたがりだから合わせないんじゃないかな。しますよ。合わせる方、いや合わせに行ってくださいよ4人だから。あ、マジか。合わせって合わせまで行くの、ダメよ。だからさっきやったの、イントネーションのあれでしょ。合わせってこと。はい。もういいや、じゃあもうこれ多分合わない。はい、行きます。はい、せーの、はい、ドンドンテ出た、吉野家、ドンテ吉野家、吉野家好きや。あ、俺も全然ちゃう。いや、俺も好きやって書いたんだよな。じゃあ私最初吉野家だった。合わせるなら吉野家だ。合わせるなら吉野家で。まあまあこんな感じでちょっと最初は ふざけましたけど、うん、ふざけてはないよ。どんて、絶対合わんでしょ。夏といえばとかにすればいいんですか。夏といえば、お、広いね。夏といえば、夏といえば、夏といえばね、俺これ出せるかな、これ。夏といえばもう単純なことですよね。うん、もう俺はこれですね。夏イコールこれ。はい、いきますよ。はい、じゃあせーの、じゃん、ドドン、ココナッツ。はは。はい、はい、バーベキュー、ココナッツ、バーベキュー、バーベキュー、スイカ。はぁ、バーベキューでしょ。バーベキューでしょ。すごいね、ここすげえ。だってそうだよね、バーベキュー夏にしかないんでしょ。そうだよ。じゃあバーベキューも思ったけど、バーベキューにスイカ持ってくさ。ココナッツって説明して、そしてココナッツは何すか。だからよ、チャゲさ、チャゲ。いや、わかんないよ、だから。わかんねー。じゃあ、わかりました。バナさんにじゃあ合わせに行かなきゃいけないですね、俺らは。そうだね。年代を今思いました。難しくない、それ。難しい。スイカも難しかった。じゃあ、ココナツなんて出てこなくけど。チャゲアスを頭に入れなきゃいけないの。これ、一回も当たってない。一回も当たってないね。そうね。何がいい、どうしよう。俺、行っていいじゃん。はい。あげました。漫画倉庫、行くなら何店、うん、あー。ここでしょってやつ。これ、自分が住んでるところにも言わない。いやいや、もうここでしょ。ここは絶対ここでしょって、沖縄の漫画倉庫といえばここでしょっていうの。俺は絶対ここだな。絶対ここなんだよ。サンチェスさんはあっち行くイメージがあるんだな。まあ俺もこっちにしようかな。合わせに行こう。じゃあ合わせに行く。合わせに行くんだ。答え言ってるやん、もう。合わせに行こう。違うよ。答え言ってるやん。いや、言わなかったら絶対分かったでしょ。言わなければよかったのに。今何これ、全員揃ったら終わりなんだっけ。そうだよ。まあ揃いたいですね。揃う絵が欲しいですね。一、ね、回ぐらいは。いかに俺たちの絆が深いかがこれで問われる。いきますか。はい。せーの、ドドン。合わせ。合わせ。裏添え。合わせ。え、マジ？裏添え。裏添えだよね。え、絶対。裏添えだよ。サンチェさ、裏添えじゃないでしょ。裏添えだって。合わせって格好したでしょ、絶対。うん、俺は絶対裏添えがいい。そうなんだ。行くならね。新しくす、新しすぎない？裏添えが一番品揃えがいい。行くなんだ。合わせは近いから行くって理由であって、うん、本当に行きたいのは浦添。へえ、そうなんだ。浦添に行きたい。3分の1も当たらない。でも俺の好きな子がいるのは合わせに。知らない、そんな。最後のは何？だから最後のプチ情報いらんの。わかりました。じゃあ次これ行きましょう。はい、行きましょう。いいですか？はい。かき氷の味といえば。きたー。かき氷の味といえば、いろんな味あるじゃないですか。うん、かき氷で頼む味ですよ。みんな合わせに行ってくださいよ。この味ですよ。かき氷の味。でもさ、これ男の子と女の子によって違くない？分かれるんだよ、また日本人と。じゃあ俺は一人に合わせ、誰に合わせに行くって今決めます、この今書く前に。そうだね、定番みたいな。定番、定番、定番でもいいし、だから一人はじゃあ自分が食べたい味書いて、こっちは一人が食べそうなかき氷を書くっていうのにします。書きますよ。ひとみん、好きそうな味。シロップなしとか言いそう。怖っ。なんでよ。そうか。氷だけです。ザルそばもつけないタイプね。そうそうそう。いいわ、いいわ。いや。そば粉の味だけみたいな。そば粉の味じゃない人。はい。はい、書くよ。ひとみん、何が好きなんだろう。まあ、自分で言っときながら。好きというか、好きだけど、あ、くせ者かな。色で決めるかも。色？色、うん。好きなのはあれだけど、色でだとこっちになっちゃう。もう結構ヒントですよこれ。はい、もう俺絶対、俺絶対俺の外れやん。俺絶対これだ、絶対これ外れやん。じゃあ待って待って、いくよ。はい、せーの、ババン。いちごミルク。何それ。いちごミルク、
白くまみんなブルーハワイ、あいちご、あーそうか、テンションすぎるだから定番って言うとさ、みんなでもインスタ映えやん、白くまがいるんだよ。インスタ映えするけど、いや宇治抹茶とかと同じ テイストだからね。じゃあ私ブルーハワイ好きだわけ。そうブルーハワイ好きそうなのよ、うん、好きなんだけど、だからインスタ映えするしなと思ったの。次も今全員出したから、はい、じゃあカレーの具、カレーのトッピング、トッピン ピング、これはもう絶対決まってるんじゃない。あトッピング、あのココイチとかも、あーこれもうあんたもう、じゃあバナさんに、あじゃあお題に行った人に寄せていきましょう。寄せる、オッケー。あーバナさんが頼むんだったらこれっぽい。なんだろう、私大体これでございますよ。絶対これだな。トッピングっていろいろあるよね。あ多分、うん、カレーはこそ王道っぽい、俺のイメージは。ここは変化球いかないで素直にカレーを楽しみんじゃないかな、うん。一つじゃない。できました。一つ、いやいや複数書いたら絶対当たらないですから。そうなの、一つですよ。ちょっと待ってよ、はい、じゃあ何を言ってるの。複数で当たるわけないですよ。一応イチゴミルクも卑怯ですよ、ね、おかしいですよ、ね、イカれてるミルクつけないでもでバラさんたまにイカれるんだよ。いやよくでしょ、まあ、よくよくイカれる。ちゃうちゃうちゃう。いやじゃあ行きますか。はい行きましょう。絶対ハッシュドビーフって書いてる。はい行きます。じゃんカツ、はいじゃんチーズ、じゃんラッキョウ。だからダメだって、まあ、当たらないからね。ダメだって。チーズやっぱチーズでしょ。俺この組み合わせが一番好きなんですよ。絶対当たらないでしょ。だからって当たらないっすよ。やっぱチーズですよね。チーズは絶対入れてるんだろうな。私ナスとトマト好きでよく入れる、うん、絶対当たらない。絶対当たらない。ナスとトマト入れたことないわ。美味しいよ。やば本気で一回当てたいんだけど。何これ全然当たらない意外と。やばやば。じゃあ分かりました。じゃあ自分に寄せてくださいよ。 OK、うん、好きな菓子パン。好きな菓子パン。え菓子パンの種類とかあるの。いろんなあるじゃないですか。何、ね、はい、何お菓子ですよ。甘いですよ。おかずパンじゃないですよ。甘いパンです。いろんな中が、はい、中が違うじゃないですか。もうパッと甘いジャムパンとかそういうこと。まあだから要はそういうことです。いろんな種類の。それは沖縄の菓子パン。まあまあいろんな種類の菓子パンがあって、はいはい、選ぶんだったらこれ取るなっていう。定番のやつ。定番のやつも自分は定番ですね。これド定番。ド定番。オキコパン。いやそんなメーカーの指定はないですよ。何か飲み物と合わせる。何か飲み物と合わせる。もう質問の意味が分かる。いやでもなぜ飲み物と合わせるって。風呂上がりとかに。ああ。これはもうこれしかないな。できた。できた。はい。じゃあ俺最後に見せますか。はい。はい、じゃあバナさんから。バナさんから。あん。あんパン。あんパン。はい、なんてさ。ゼブラパン。なんで？あ好き好き。あんパン。もうアンパン、すごい。アンパンなの？一番最初にこれ出てきた。マジ？すごい。定番って言ったら一番好きこれ。すごいね。2年もいたら分かってくるね。アンスキが一番好き俺。アンスキが好きなんですよ。当てよ。はい。全然当たらない。なんか芸能人とかにします？俺が好きな、うん、俺が好きなアイドル。ああじゃあもう当たる。あ分かる分かる。分かった。もう分かりました。まあ、アイドルにしとこう。あもうじゃあもうこれですね。はい。どっちに行くかだな。だそうだね。あ、そうそうそう。二つあるもんだな。どっちかに行くかな。どっちだ。でも今はもうこっちでしょ。さすがに。さすがに？今はこっちでしょ。もうこっち。今だってもう。ね、前も話したし。うん。こっちでしょ。はい。いやもうこっちで。じゃあひとみさんから。はい。ダブル B。はい。ダブル B。映画見たってたし。あベビーメタルね。サンチョスさん。ベビーメタル。映画見たっつったじゃんか前。違う。もう活動休止してよ。じゃあダブル B 大好きだよ。大好きなんだけど、今旬なのは、うん、俺だって来週休むじゃん。これのために。そう。ベビーメタル行くから。ちょっと上げていいですか。分かれたかやっぱり。モーゼ現象が起きた。モーゼ現象が起きたぞ。どうしよう。これマジで帰るの朝。ねえ、何にする次。なんかだからといってめっちゃ簡単なのにするのも悔しい。ね、悔しいよね。そう普通の問題だってたいな。はいはいはい。うんとね、好きなタイ。笑ってるで笑ってるで。好きなタイ。ドミニカ笑ってるで。なんかこれフェイスブックフェイスタイム流れてんのか。流れてんのか。ひとみんのお宝映像。恥ずかしいよ。何が好きなタイだ俺。ひとみん大爆笑やで。違う。なんでそこでそこでそれなの。確実に男子と女子では違うと思う。違うのか。
男子はあれですか、一応種類知らないよ私あんまり。嘘でしょ、うん、知らないよ。いつも同じなの。あ、でもこうされてる時が気持ちいいって動きしてもらえれば部屋で。ああ、これはそれは何やりや、それは何タイで言うとこれ48個言えるから俺たちは。怖そうなんだ、面白い。48個言うの、逆にそれ知りたいんだけど。それ知りたいんだけど。やりたくないよ。面白い、何します。分かった、じゃあ俺行っていいですか。言うよ。あ、行くってこと。タイじゃないですよ。あ、タイじゃない、行くタイじゃないですよ。行くタイじゃない。学校の、うん、はい、学校で一番楽しかった教科といえば。ああ、これはいいんじゃない。これは算数理科社会とか。でもバラバラだよ多分。高みに合わせるってなると結構むずいかも。誰かに合わせましょう。単純そうなんで。じゃあ俺殺すよ。俺殺すよ。いいね。単純そうなのは。単純さんが一番好きな。よし。じゃあ小学校の時の教科にしましょうか。よし、行こう。はい、もう簡単でしょ。これだったら。簡単だなこれ。国語算数理科社会とかの教科の中で。図画、あ、図画、あ、図画工作、何だっけ、図工でしょ。音楽、体育。あ、まあこれでしょ、当たるんじゃねえか。これもでもやっぱオーソドックスに行こうかな。うん、もう多分これでしょ。いきます。いきます。はい、じゃん。図工、図画工作ね。図画工作、これじゃないの。体育。さあ、もう迷った。これもこれですよね、やっぱり体育でしょ。体育、はい、ででん、図工。ほらでしょ。マジか。図工だよ。図工、図工だよ。そうか、私もこれ好きだった。俺家庭科っても一緒持ってんだよな。あ、家庭科。あ、家庭科。家庭科、ね、大好きだった。家庭科好きだった。飯食うのが好きっていう、うん、料理手伝わないけど、そうっていうイメージ。全然合わないじゃん。やば、こんなに合わないもん。合わないんだね。合わせに行っても合わないぞ。じゃあ沖縄料理の定番といえば。来た来た来た、もうこれはもう当たるでしょう、ね、一般のってことは一般的なとこね。一般的な沖縄の料理。はい、はい、うん、これはもうこれでしょ。全国的に沖縄の料理といえばってことでしょ。もう内地の沖縄料理店でもあるようなやつでしょ。あー、分かった。そしたら、はい、そうなの。え、まあいいや、じゃあ行きましょう。まだまだ、はい、ちょっと待ってね。じゃあどっちから行く。私から。はい、はい、じゃん、ゴーヤチャンプルー。はい、ってきた。え、嘘。沖縄そばでしょ。沖縄そば。はぁ、いや、沖縄タコライスだ。まあ、ゴーヤチャンプルー。タコライスだろ。なんで沖縄そばでしょ。タコライスだろ。沖縄料理、沖縄料理店にあるっつったらない時もあるよ。俺が好きなやつだろ。ゴーヤチャンプルー確実あるで。みんないろいろ喋りすぎてかぶってる。もうマジか。待って待って待って、やばやば。これはもう大変だ。これ大変だ。俺が好きなやつじゃないの。いや、ゴーヤチャンプルーでしょ。タコライスない時あるよ。でも俺タコライスで全然思いつかなかったんで。絶対あったら沖縄そばもないし。沖縄そばでしょ。沖縄といえば芸能人全員沖縄そば食ってるわけね。来たら確かに沖縄そばかもしれない。じゃあ沖縄のお菓子。なるほど。沖縄のお菓子といえば。お土産ってことですか。うん、あ、お菓子。お菓子。お菓子といえば。お菓子といえば。もうこれあれしかないだろう。もうあれしかない。全国的にも有名 な全国的に有名なやつですね。なんかね、私コンパニオンの仕事してた時に、うん、内地の人こうお料理出るさ。うん、これ出てきてた。あは必ず料理で料理の最後に沖縄のデザートっていうか、まあお菓子。あ、え、まあまあそれはもう一歩間違うと危ない感じの、うん、危ない。これ外れたな。言いましょうか。言いましょうか。行きます。じゃん、サーターアンダギ ー, サ ー, ー, ダギ ー, ー。そりゃそうでしょ、うん、サーターアンダギー。そりゃそうでしょ。チンスコー。あチンスコー。ほら、合わないんだ。今世代がなんか酔ってるぜこっちで。今の聞いたサータンだけでしょ。ダメちゃん。もうお菓子といえばサータンだけでしょよ。そうだよね、だサータンだけだよ、チンスコーも有名だと思うよ。ポーポー、ポーポー、次がポーポーでしょ。あ、サンチェスさんの好きなおっぱいの形。好きなおっぱいの形。どんなだったっけな。いいぞいいぞ。どんなだったっけな。図形で書いて、図形で。どんなだったっけな。あれ、トミも書くの。確かこんな感じだったような。はい、こんなワン型とか。そうそうそう、釣り上がり型とか、なんかそんなだったよね。いろいろあった。4種類、3種類くらいありました。あったあった。え、結果的になんか4種類余計なの出てた。あれ
書いたよもう。あ、書いた、うん、ちょっと待って、うそ言ってるけどやばい嘘でしょ、あれ、ちょっと何のこと、じゃあ合わせにってさ、ふざけないな、平らすぎはどんなんだっけ前4種類ぐらい作ったで、消してないっていう地面みたいな、それ何乳首、これおいテトリスじゃないの、なんかさテトリス画面でしょテトリスの一番初めじゃない、初めたばっかり、だって書けない書けない、この人はテトリスだしテトリスやし、あ、これね、はい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 、行きましょう、うん、行きましょう、ひとみから、せーの、じゃん、せーの、じゃん、ほら、おお、来た来た来た、せーの、じゃん、ほら、近いんじゃない、せーの、はい、ちょっとこういうとんがってた、違うわこれこれちゃうわこれこれちゃうってとんがってたぞこんなとんがってないっすよこれあれでしょ、呼吸困難のハマグリが出てる時でしょ、これ、呼吸困難の犬だしも犬サンチェスさんの好きな形で、俺最初こう思いましたよ、上向きでしょ、そう上向き、全員これ正解じゃない、正解正解正解、おめでとう、でもサンチェスさん結構リアルに返したね、これは違うな、動きがやばいやばい、なんかとんがりコーンくっついてますからね、先っちょおかしいです、わかりました、最後の俺がいい締めのお題言いましょうか、了解、はい、FM ギノワンで面白い番組といえば、ギノワンで面白い番組、いいでしょう、これでいきましょう、まさか一回も揃わないと思うだからね、しんど疲れた、全員バラバラだったな、はい、いきますか、はい、た全員で出します、せーので行きましょうか、はい、せーの、じゃーん、えーびっくりラジオ、えーびっくりラジオ、えーびっくりラジオ、ゆっくりラジオ、そうだあったー、音がよろしいようで、自己満やん、これ無理やりだけど、でも俺、正直これだけ最後に決めてました、これだけ良かった、はい、なんか CM で使いそうだね、これ、うん、てか短い間であんな書いたんだ、すごい、めちゃめちゃ書いたよ、はい、どうする俺だけギノガラフとか言ってたら自分の番組はってなるよ、ギノガラフ面白い、はい、はい、ということで、はい、100回記念特別企画のコーナーでしたが、うん、まさかの、てかなんで100回記念で画期的なのテーマ、俺本当はそのつもりなかったんですけど、うん、そのメモで書いてあるのをそのままひとみが間違って読んじゃったんですよ、うん、あ、そうなんだ、あ、そうなの、メモだったん、あ、ごめん、そうだったんだ、あれ決まってなかったんです、もともと何だったのじゃあ、フリーでいいんじゃないって言ってた、100回記念で思い出を語ろうって言ってたんです、本当は、そうなんだ、言えばただそれは、うん、なんで言わんかったの、あの、2周年記念でもいいからな、あ、もうすぐ10月なんで、もう3周年目突入の時もあるから、その時でもいいかなと思って、だからフリーにしようかなと思ったら、そういえば画期的っていうのを残してて、そのまま人目が何も言わないで、あの、渡しちゃったから画期的になったって、なるほど、はい、ということで、はい、ここでね、終わり？分かったのかな、まあまあ、ということでエビクエラジオね、頑張っていきますので、はい、これからもまた2周年、3周年とやっていきたいと思います、はい、そうですね、1000回記念まで、はい、ということで以上特別企画のコーナーでした、はい、ありがとうございました、じゃあエンディング、はい、はい、はい、FM ギノワンからお送りしてきました A びっくりラジオ、エンディングのお時間が来てしまいました、今日もたくさんのメッセージは来てないです、うん、収録ですからね、うん、カスが早見だよ、早見だよ、早見だよ、次早くテイクル読んでくれたの、はい、何をしてるの今、本当に何をしてるの、一番意味わかんなかったけど、何ですか今、勝手に倍説してもらえるなんで勝手に終わってんの、終わったちょっとハッとしてどうした、はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで、小回りの利く映像プロダクション A ビック、片岡解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました、はい、ということで今週の視聴者プレゼントはビデオダビングの APIC から APIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたします、プレゼント希望の方は avic@fmginoan.com avic@fmginoan.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください、はい、はい、そして、次回のテーマのお時間です、やっぱりラッパリさんって言いたいところなんですけれども、やっぱりラッパリさんはねいない、うん、忘れちゃいまして、はい、最近かわいそう普通に発表したいと思います、はい、ドロロ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 
の思い出が夏の思い出絶対言うと思ったまた俺はグッとこらえたのにグッとこらえたのに待ってたんじゃん夏の思い出、うん、そうだよ、はい、夏の思い出そろそろ終わりますが、ね、夏の思い出って何がある言うか今聞こえたよ言おうもん行っちゃおう来週まで取っとくわもう、うん、なんか久しぶりに1時間さメールなしで4人で喋るのってさ、うん、確かにねあんまりなかったから、うんうんうん、足りない嘘めっちゃ疲れた、うん、全然足りない、うん、足りないけど大変ですねなんかもっと企画本当はやりたいね企画やりたいね何かやりたいね、うんうん1時間こういうのやってもいいんじゃないそうだね1時間これでいいかもこれだけじゃなくてもっとなんかほらね高見が考えてたあれなんだっけ言っちゃダメよゲームとか、はいはいはい、じゃあちょっと今一回編集点作ってもう一回1時間これ、うん、この番組やろうこれラジオ行かないといけない今もうね行かないといけないはいということでいつ撮るかもバレるっていうね撮ってるか今ので今から行かなきゃいけないバレるっていうね、はい、じゃあこれ締めましょうか、はい、やだ、まあ、100回記念ねなんか結構、はい、雑な感じでお送りしましたが言っちゃいましたけれども、はい、大丈夫でしたか、はいね、これがドタバタトークバラエティですよ、 そうですよ、はい、こんなもんですよ、うん、2周年記念なんかするんでしょう、ね、2周年記念は何かやります、うん、そうですねまたいろいろ企画も考えてグッズ、うん、あそうあとね考えておりますのでそれはサンチェスさんから出ると思いますので来週ね、はい、2周年記念はなんか着てないんでしょ服は服着てるよ服極力着ない方向で行くなんでよなるほどねなんでよ俺たちもその方向で行くから薄皮だけ作れますあ、いいねこれだけこれだけこれだけここに当てて、ね、最低これだけ、ね、最低これを下に当ててラジオで見えないし瞳は3個3個見えない見えない隠れない私マジ隠れないそんなじゃあ入らないし入るって俺が入れるよこの人ギューってギューってあいい感じいい感じジョーケンさんが怒るよ怒るよジョーケンさん解体リングですけどアフロダイエみたいなどこだよ、まあ、そんなこんなでリスナーさんに支えられ100回を迎えることができました迎えることができましたありがとうございますありがとうますポッポー本当にリスナーさんのおかげですね、うん、俺たちだけじゃね、うん、何もできなかったっすよそうなんですよねはい皆さんのおかげで、うん、100回100回はい。え本当にどうしたんだ今日な何があったの？さっきも普通になんか言うしかないな勝手に関係はもうなんか終わりたくないなと。いや本当にでも、うん、第1回とかに比べて確実にサンチェスさんは、うん、こう元気になりましたねだいぶ元気だったね。なんか。最初ら辺は、うん、全然色出せない出せないとか言ったけど最初はなんかもう俺は俺を隠そうと思ってたの、うんうんうん、でもなんかやってるうちにねどんどん本性が出てきて、うん、またもうクズ野郎ですよいやいやなんかそういうの俺がやってたのがいつの間にかサンチェスさんが確かにそうそう、うんはいね、あそうだ告知がありますね、はい、そうもう9月2日3日に、はいサテライト沖縄第2回プロデュース公演腰抜け男ども義理と人情は女が見せてやるに出演いたしますチケット3000円となっております前より当日になるとちょっと500円増しだったかな、はい、ちょっと高くなるの で、 ですはい前日までギリギリ待ちます、うん、ぜひお求めの方はお早めに私までご連絡ください、はい瞳と検索していただけたらツイッター、フェイスブック出てくるのでよろしくお願いしますお願いしますもうアイドルいっぱい出ますそうですね、うん、アイドルタレントが県内に、うん、いっぱい OBP とかすっごいテレビで宣伝してたねそうですね最近、うん、今日もヒープホップ出てましたよ、ね、あ昨日かアリスちゃんとかそうそうそうアリスちゃんとか特攻服みたいなはい、うん、特攻服ヤンキーがメイン で、うん、で私はそのヤンキーの子たちを作り上げてしまった毒親の役をやります毒親毒親です毒親はい毒親なんで毒親って毒に毒を持ってる親ってこと毒になる親子供にとって毒になる親ですあ毒親っていうんだそうそうそうですかっこいいなんか毒親はい、はい、知ってたの毒親って毒親え絶対知らんの絶対知らんだろ毒親毒親ポイズンペアレンツってことドルクヨイヤーポイズンペアレンツチャーこれ最初の終わりましょうかはいそろそろあ、そう FM ギノワンでラジオやってる、はい、セイヤくんとかセイヤうんセイントセイヤ君そうそうセイントくんって呼んでるんですけどセイントくんセイントくんセイヤって名前だからセイントくんそうそう自分でセイントに変えようかなって言ってますセイントがいいとやめてた方がいいけどねあとこれの今演出つけてくださってる東さんって方が FM ギノワのサザンブリーズでパーソナリティやってますへあとはギノガルフのゆうこちゃんが主演で出てたり、うんはい、そうなんだ、はい、そうなんだおきこくのゆうしんくんとか出てます
行きたいよ。ぜひぜひ。私ちょっとアイドルを投げ飛ばすっていう心の痛いことを結構やってます。アイドルを投げ飛ばすって人生でなかなかないことだからね。そうだよ、本人から言ってきたの。なんかもっとやっていいですよって、ビンタぐらいでも全然やっていいですって言ってくれて、すごいよね。でもみんな可愛らしいヤンキーが、いいね、可愛いヤンキー大好きです。登場します。ちょっと青春コメディ、アクションコメディストーリーみたいな感じかな。今回沖縄で初めて見て。そうね、お送りしたのはこれ絶対オールカットよね。この話お送りしたのはバナとジャミーと高見とサンチェスでした。それではまた来週お会いしましょう。バイセッツ、バイバイ。